中瓶、原民喜。一人の少年は、硫酸を飲んで、袴を履いて山に行き、松に首ったが、人に発見されて、病院で問死した。一人の少年は、友達と夜行列車に乗っていて、この辺は、単線か、複線か、と尋ねていたが、ちょっとの隙にブリッジから飛び込んで混沌し、その上を別の列車が引いていった。もう一人の少年は、今夜は見物だよ、と謎のようなことを言っていたが、その夜、彼の部屋の窓にはいつまでも煌々と日がついていて、翌朝、ガスでやられていた。次々に、奇怪な死に方が彼らの周囲で起こったので、次第に凄惨な気分が彼らを圧しかけた。三人は、ふざけながら当てのない散歩を続けていたが、とうとう道に迷って、どこへ出るのやら見当がつかなくなった。すると、いつの間にか、空の半分が妙に明るく、半分が暗淡とした、秋の不思議な光線の配合があった。寒々と嫌うアスファルトの向こうに、明るい、賑やかな一角がポツンと盛り上がっていて、ともかく、そこには憩える場所がありそうだった。1935年間、炎初秋。